ハイブリッドカーにしては珍しく、タコメーターが左側に備わっています。1リットルあたり 23.6km、 かなりいいですよね。上下方向とそれから前後方向の調整ができます。こんにちは、車好きのせいです。さて今回はトヨタのカローラスポーツハイブリッド版ですね。こちらの車をレンタルしてちょっと1日あちこち出かけてたので、この機会にこの車のレビューをしてみたいと思います。では行ってみましょう。はい、ではまず内装から見ていきましょう。はい、よいしょ。まず運転席からの視界はこんな感じですね。フロントウィンドウがかなり寝ていて、そして天井はちょっと低めに感じますね、やっぱり。そしてこちら A ピラーがやはり今時の車らしく結構太めになっていて、ちょっと右前の方がやっぱり見づらいなという印象はあるんですが、その他このウィンドウはフロントウィンドウはかなり広いので、こちらの視界は問題なしですね。そしてこちらダッシュボードとかセンターコンソール類、こういったものの位置が結構高めに来ていて、ドアの上端部分、ここもやっぱり高めに来ているので、全体的に囲まれ感のあるスポーツカーらしいデザインになってますね。そしてこちら窓の上下幅もちょっと狭めになっています。そして後ろの方がこちら窓ドアの上端部分ですね、これがだんだんと上の方に切り上がっていってて、後ろに行くにつれてこう小さくなっていってます。そして C ピラーの部分はがっつりかなり幅広に取られてますね。最近の車はみんなこの C ピラーの部分ががっつり幅広なんですが、やっぱり強度を出すために必要な処置なんですかね。そして後ろの窓もやはり最近の車らしく結構小さめとなっていて、ちょっと見づらいなという印象ですね。ただまあ最近の車にしては比較的見やすい方だとは思います。そしてこちらがハンドル周りですね。右側の方にクルーズコントロールの操作ボタンと、あとオーディオの操作ボタンですかね。このモードを押すとラジオとかこう Bluetooth、 そういう風にオーディオの方を切り替えることができます。左側がマルチインフォメーションディスプレイの操作パネルですね。結構トヨタ車っていうのはこのマルチインフォメーションディスプレイの操作パネルが右側に来てて、でこっちのボタンが左に来てるという印象があるんですが、このカローラスポーツに限っては逆ですね。何か理由があるんでしょうね。そしてこちらがメーター周りですね。真ん中にスピードメーターがあって、そしてハイブリッドカーにしては珍しくタコメーターが左側に備わっています。よくハイブリッドカーにあるこのエコ、パワーとかいう風に表示されていて、針が反対側に触れるとチャージとなる、そういったメーターにはなってないですね。そしてこちら右側がマルチインフォメーションディスプレイなんですが、面白いことにこの車、エネルギーの流れの表示ですね。今エンジンから動力取ってますよとか、電気モーターで動いてます、あるいは充電中ですといった表示のやつ、そういうのがないんですね。これはもしかしたらなんですが、車の運転を楽しむことに意識を集中してほしいといった狙いからこういうことをしてるのかもしれませんね。とはいえ燃費の方もやっぱりハイブリッドカーならそれなりにいい燃費であってほしいわけですが、約100キロ走行した上で1リットルあたり 23.6km、 かなりいいですよね。普通に街中も走行してのこの数字なので、かなり優秀だと思います。そしてその上で航続可能距離はまだ800キロ以上、この航続可能距離が長いというのがまた気分がいいですね。頻繁にガソリンスタンドに通う必要がなくなって、私はとても好きです。そしてこちらハンドルの方ですが、こちらレバーを倒すと上下方向と、
それから前後方向の調整ができます。しかもこの前後の調整幅がかなり広いんですよね。個人的にこの機能好きなので本当にありがたいです。そしてセンターコンソールの一番上にカーナビの画面が来ています。もうダッシュボードの上の方まで飛び出すような感じで設置されているので、これだともう視点の移動量が少ないので運転しやすいですね。その下がエアコンの吹き出し口で操作パネル、こちら右側のダイヤルで温度調整の、左側のパネルで送風量の調整ですね。そして各種切り替えのスイッチがこちらに並んでいます。このタッチパネル式じゃなくってちゃんとボタンで押すタイプで操作できるっていうのが嬉しいですね。まあこれは個人的な、まあ、好みの話なんですが、私はこういうボタン式が好きなんですね。そしてその下の方が結構シンプルに、ちょっとここ物置があって、その後ろがシフトレバーですね。こちらの車、CVT の車でしたかね。なので P、R、N、D、エンジンブレーキの B とこの5つのポジションしかありません。あとこちらシフトレバーの奥にはドライブモード切り替え、このボタンでスポーツとかノーマル、エコモードと切り替えられます。こちらのボタンが EV モードですね。これは朝とか深夜の住宅街で静かに走行したいという時に、まあ数百メートルから1キロメートル程度電気モーターのみで走行できるというモードですね。はい、トランクルームはこんな感じですね。この車ビッツより大柄というか、まあ3ナンバーなのでこうやって幅は広い車なわけなんですが、もうちょっとトランクルーム広いかなっていうのをイメージしてたんですね。そしたらまあ今ここちょうどあのケルヒャーの高圧洗浄機 K2 サイレントという家庭用タイプのやつですね、これが載せてあるんですが、まあこれにプラスこうやってあのカメラを撮影する機材を載せてるこのカバン、これがこういう風に並んで入れられるぐらいで、高さもこのトノカバーですね、ちょうどギリギリ下といったぐらいの高さになっています。そして、荷物をどけてみるとこんな感じですね。奥行きはまあそこそこあるんですが、まあやっぱりちょっと横幅、ここにタイヤが来てるので、タイヤハウスですねが来てるので、意外と横幅は狭いなという印象ですね。で、高さもやっぱり背の低い車なので高さも低め、ただこのトノカバーを外すことはできるので、何か大きい荷物を乗せるときはこのトノカバーを外してもうちょっと高さを稼ぐことはできます。ただ正直かなり大型のスーツケースだとこれ1個入るかどうかちょっと微妙なところですね。中ぐらいのやつなら全然入ります。そしてここの床の部分、この位置が意外と高いなっていう印象なんですね。もっと下の方まで行くかなと思ったら、ここ下、これスペアタイヤが入ってるんですね。最近の車はランフラットタイヤを装着していることが多くて、もうこういったスペアタイヤ省いてることが多いんですが、この車はやっぱり走りにこだわってる車だからですかね。ランフラットタイヤをあえて履かずに、よりあの走行性能に振ったタイプのタイヤを積んでるんだと思います。さてここまでこのトヨタカローラスポーツハイブリッド版、この車についていろいろとじっくりレビューしてみましたが、いかがでしたでしょうか。今後も興味のある車に試しに乗ってみて、その時感じたことをどんどんレビューしていきますので、興味のある方はよかったらチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。あと新着動画を見逃したくないなという方はベルのマークをタップしておくとすぐに通知が届くようになるので、よかったらそちらもご活用ください。では
また次の動画でお会いしましょう。